シンガポールシンガポールですかね。かしこまりました。では、とうとう場所と、そして日時が明言されました。米朝首脳会談6月12日、シンガポールでというね、続いてこちらのニュースも深入りまいりましょう。共同通信によりますと、トランプ大統領は10日、トランプ氏と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長による史上初の米朝首脳会談を6月12日にシンガポールで開くと発表しました。キム氏は4月27日の南北首脳会談で朝鮮半島の完全非核化を目指すとした板門店宣言に韓国のムンジェイン大統領と署名しました。米朝首脳がこれを土台に具体的な核放棄措置や期限で合意できるかが焦点です。米朝対立の賭け、東アジアだけでなく世界の安全保障を左右する歴史的会談となりますというすごい記事の表現になっていますね。はい、はい、これ、はい、ついでに4番、はい、一緒にやっちゃった方がいいですね。そうしますかね。こちらですよね、はいはい、こちらとこちらは一緒の話題ですよね、はい。一方で金正恩氏は米朝会談に意欲、歴史的出会いになるという、こちらも続けてお帰りまいりましょう。共同通信によりますと、北朝鮮の朝鮮中央通信は10日、金正恩朝鮮労働党委員長が訪朝したポンペオ国務長官と9日に会談したことを報じました。キム氏はトランプ大統領のメッセージを伝えられ、大統領が対話を通じた問題解決に深い関心を持っていると評価、米朝首脳会談の実務的な問題に合意し、会談は朝鮮半島の肯定的な情勢発展を推進し、素晴らしい未来を建設するための第一歩を踏み出す歴史的な出会いとなるだろうと意欲を示したということです。北朝鮮の国営メディアが米朝首脳会談に関するキム氏の発言を伝えたのは初めてで、非核化をめぐる議論に真剣に臨む用意があることを示唆しましたと伝えております。はい、はいはい、文在寅残念でしたということで、一回韓国が蚊帳の外に置かれるみたいですね。ああよかったって、ね、最初からね、はい、蚊帳の外みたいな存在感ですけども ね、 そうですね、はい、まあ、日本蚊帳の外って言ってた人も残念でしたって感じですね。これ安倍さんの希望がほぼ取ったんじゃないですか。シンガポールって、ね、はい、確かね、多分そんな感じだと思います。あそこに総理絡んできます。絡んでくると思いますけどね。反問点じゃ嫌でしょう。だってうん、ね、だって何らかの形で韓国が絡んできますから、ホスト国ずらしてね、それ嫌でしょう。まあかね、ね、うん、で、まあ、アメリカと朝鮮が、北朝鮮がもう1対1で話し合って全てを決めると、で、まあ、問題はもう一つだけです。何回も言ってますけど、リビア方式飲むか飲まないか、以上なんだけですね。でね、はい、あのね、あの、この間のシリア攻撃に続く、すごいメッセージがあったんですよ、アメリカからの。はい、まあ、昔あの宇宙からのメッセージっていうね、東映の映画ありましたけどね。懐かしい。はい。なんかさ、南宋里見発見の宇宙のスケールが来たみたいな、ね。はいはい。成田美京さんが銀、いや、そうですね。はい、出てましたけども、宇宙からのメッセージがもう一個届いてまして、それはね、アメリカがね、イランのあの、核合意から脱退すると。はい。いう、あのメッセージですよ。あれ、エリンギにしてみると、はい、ここまでやってもダメなのって。うん、ことですよ。期待のメッセージですよね。そうです。もう完全にそうですね。会談の、あ、まあ、生半可の妥協だとお前もう殺すぞっていう、そういう、あの、成田美京さんのあの、仁義なき戦い、わしはノーと、本気で玉取ろう思っとるんじゃ、みたいな感じですよ。怖みたいな。見せしめ的にね。ですね。はい。で、あの、リビア方式っていうことになると、これはニュース女子をね、ぜひご覧いただきたいんですが、藤井元気さんがですね、はい、あの、意味軸も、今週かな、月曜日多分言ったと思うんですけど、あの、過去のテロの清算というのもね、全部含まれていたんです。はあはあはあ、でね、パンナムに撃墜事件ってあったでしょ、はい、あれのね、賠償金も取ってるらしいんですよ。となると、拉致問題の完全解決、これもあるだろうな、ということですよね。はい、じゃあ、過去のなんて言ったら、相当いろんな乱軍事件からね、いろいろあるので、大韓航空、はい、あとね。はい、北朝鮮がだから段階的核廃棄プラス段階的な援助の再開っていうのは、まずもうこれで、ほぼ、その望みはないと。もう言い出した瞬間に席立って、ね、席蹴って立たれる可能性がありますよね。そんなんで妥協しに来たんじゃねえと。何言ってんだと。ね、で、これはまずダメと。で、核放棄に応じたところで、いや、じゃあ化学兵器どうなってんだとか、ね。それから偽札どうなんだとか、あの暗殺どうなんだとか、いろいろ言ってきますよね。だ、突っ込まれどころ満載でズタボロになるんじゃないかなと。ポツダム宣言以上のものを受託させられてしまう可能性も、なきにしもあらず。でも飲まなくてもいいんですよ、別にエリンギは、うん、あの、別に爆弾飲ませるだけですからね、飲まなくて、はい、まあ、そういった事態も予測して、はい、習近平のと駆け込んだんですよね。そうですね、まあ、習近平もだからあとちょっとで蚊帳の外に置かれそうだったんで、よしよしってやったんですけど、そうそう、はい、お互いに利害が一致して本気で北をどうこうしてやろうっていうのではなく、アメリカのアジアにおける覇権に対しての、まあ、中国のスタンス、メンツを立たせてもらったという感じですよね。あと日中韓首脳会談の前に、ちょっとあんまり安倍さんの方行かないでねっていう打ち合わせもしたかったと。
あだけど今回二階さんがね習近平とじゃあこれからもういろいろ対話を進めていきましょうみたいなニュースが 出ましたよね今日ね、はい、それをだから平壌で見てるエリアクサーって思ってるかもしれないですよ。あんだけネジ巻いたのに習近平じゃばーみたいな感じになってるかもしれなくて、それそういうやつだもん。そういうやつですよね。でね、あのポンペオ氏と会った時の動画が出てるの知ってます？あいえあのそれはあの動画でネットに出てるんですよ。あの奥山さん、地政学の奥山さんツイッターで見たんですけど、あのポンペオさんって、もうね軽く身長190ぐらいで、体重100キロ以上の巨漢なんですよ。はいはいはい、で、相当ボリマリ、エリンギはチビでデブでしょ。でしょ。はい。だからなんかもうあのそうなんですよ。まあ、相当豊満な体型ですよ、ね。そうなんですよ。うん、だからそのあのセームシュルト対なんかちっちゃくしたブッチャーみたいな感じになってる。わかりにくい例えですけど、はいはいはい、縮小ブッチャー対格闘技好きな方なんです。そうですね、一発で分かる、ね、セームシュルトみたいな感じでこんなんやってて、で明らかにビビってんですよ顔が、握手してるんですけどあんま笑ってなくてちょっとビビってて、でその写真撮る時も、自分がちっちゃく見えちゃうんでなるべく前に出て撮ろうとしてこんな斜めなところで撮ってるんですけど、涙ぐましい努力で、どう見てもちっちゃいブッチャーにしか見えないですよね。ここに傷入れとけばよかったんですかね。夏そうそうそう。まあでもあの、ね、先代のキム・ジョンイル氏があのよくあのシークレットブーツ履いてたっていうのはね、あの噂でね、よく聞きましたけどもね。はい、だからまあ、あの握手の体勢から、シューとかやるかと思ったんですけど、いやフォークは出しませんから。そうなんですね。はい。まあそんな感じなので、今回のだから、あのシンガポールの、まあ、会談でですね、最終的にインドを何らかの形で渡されると思いますね。で、まあ、トランプさんとしても中間選挙あるので早めにとどめを刺しておきたいです、あとねもう一個大事なことがですね、イランですよ。そうですね、イランを本格的に叩く前に、おそらくイランのゴズメであるですね、この北朝鮮、ね、これ潰しとかないと、外堀埋めとかないと、なんか援助されたりしたら困るじゃないですか、はいはいはい、でしょ。だからもう絶対あの、この、6月12日に潰しに行くと私は思うんですけどね。ここで潰さなかったらアメリカメリットないですよね、ね、この後だってもう夏にでも中東有事、みたいな、はい、今勢いですから、ある意味歴史的出会いになりますね。はい、はい、ちょうどね1ヶ月、はい、切るか切らないかというそうですねタイミングですけど、ね、まあマスコミの日本蚊帳の外論がどれだけそのトンチンカンで、やっぱ彼らはだから安倍さんを引きずり下ろしたいっていう気持ちが強すぎて、もう客観的なこう情勢判断とかもできなくなって見えなくなっちゃった見えなくなってるんですよね。何かこうそのきっかけを見つけては安倍批判につなげたいと、だから安倍さんこれだけ外交で成果を上げてることを伝えたくないと、その気持ちがああいう形になったんですけど、これでどうせね拉致被害者が何人か帰ってくるとかいう話になったらまたうわーって行くわけですよ空港に。単なる嬉しがり屋かバカかって感じですよね。アメリカのメディアまで今ちょっと信用できないので、はっきり言ってねトランプさんのツイッター読んでた方が数倍ためになりますよ。そうですか、もう そこまで至ってますかね、はい、うん、マスコミいらないかも、で蚊帳の外は大マスコミと野党、はい、ああ、野党はもう蚊帳の外どころかもうやぶん中いっちゃいました。やぶん中やぶ入りですか、ね、やぶ入りですよ、ね、はい、もうどうにもなんないですよね。6月12日を受けて、はい、果たして日朝ということになるってくるかですよね、はい、あとは ね、内閣支持率も上がるんじゃないですかこれで、うん、今微増ですけど、内閣支持率また戻りつつあるので、だからああいうこうあの盛りかけ問題 の、あのフェイクニュースをやらない限りは普通に戻っていってしまうと、で落としても30何パーセントが岩盤みたいですからね今ね、そうするとこれは歴代首相の中で割と高い方ですからね。そうですね、はい、うん、間違いなくそうでしょうね。ですよね。でこの状態でじゃあ解散総選挙ってやって野党勝てますかって言うと勝てないですし、まあ、あとこの後、まあ、やってもいいですけど、はいはいはい、国民民主党と、フルアーマー、いきますか、フルアーマー民主党が行きましょうか、ね、まあ、話の流れですからね。そうですね、はい、自然にではそちらに参りましょうか、はい、かしこまりました。ではこちらとこちら、はい、2本で参りましょうね。続いてこの話題です。はい、どうぞ。国民民主党が本格始動というニュースと、国民民主玉木氏立民との連立政権構想に言及というね、2本立てで深入り続けてまいりましょう。共同通信によりますと、国民民主党の玉木雄一郎、大塚耕平両共同代表ら幹部が9日各党への挨拶回りを行い、国会で本格始動しました。立憲民主党などの野党と連携し、安倍政権で相次ぐ不祥事を追及する方針を確認したということです。立民の枝野幸男代表は、野党5党1会派の枠組みを大事にして自民党と対峙したいと強調、辻元清美国対委員長も野党の真価が問われると述べました。大塚氏は連携できるところは連携したいと応じたということです。自民党は二階俊博幹事長らが出迎え、玉木氏は挨拶後記者団に、二階氏からエールをいただいた、国会で良い論戦ができることを期待しているとの言葉だったと語りました。休むなよ、はい、休むなよ。
おっしゃる通りですね。そしてもう一本、産経新聞の記事の概要をお伝えします。新党国民民主党の玉木雄一郎共同代表は8日夜 BS のテレビ番組で立憲民主党との連立政権構想を掲げて次期衆院選に臨む可能性に触れました。玉木氏は安倍晋三政権に代わる政権を力を合わせてやっていこうということもあり得ると語ったということです。なっております。はい、まあだったら休み、もうこれ以上取らないでねっていう感じですよね、はい、結局18連休、バカにしてますよ国民の、国会運営1日3億でしょ、本当ですよ、まあ、この番組で百田さんがね、もう頼むから休んでてくれと、お金あげるから、もう休んでてほしいって言ったんですけど、残念ながら出てきちゃうみたいですね、で出てきて一発目がまた盛りかけでしょ、そうですね、いいよ来なくてって感じですよね、足引っ張りですよ、ね、6月12日に米朝首脳会談やるんですよ、なのにお前らまだ盛りかけやんのかと、アホですよね、何が問題なのという話ですよね、あとセクハラ問題どうするんでしょうね、立憲民主党、いっぱいありますよね。ね、立憲民主党の枝野さんはセクハラ問題の責任取って辞めないんですか。はいはい、青山と、タクシー初鹿です、ね。初鹿さん、ああ、タクシー初鹿、はいはい、青山。これ今あれですよ、ビーチ&ハッピー、ハッピー、米山さんですか、今対抗する、そうなんですよ、対抗勢力として今ね、次の M1 の有力候補と言われてますよ。はいはい、青山なんてすごいじゃないですか。勢力じゃないです。こんにちは、はいはいです。こんにちは、タクシーでーす。いや、今日ズボン入ってくるの忘れてしまいましてね。多分、1回戦無理だと思いますよ。無理ですか、無理ですか。下ネタばっかりで無理ですかね。はい。まあ、その後聞きませんもんね。はい。あ、チャック初しかっていう今なんか、チャックの方がいいですね。チャックでーす、はいはいでーすみたいな感じの方が面白いですね。チャックはまだウィルソンさんの記憶が、ね、まだ新しい方だと思います。いやだからもしそのセクハラやってて上司も辞めろっていうロジックでいくと、フルアーマーはだから、フルアーマー解除しなきゃいけませんね、フルアーマーって枝野さんのことですけど、はいはい、フルアーマー枝野は解除しなきゃいけないんですが、まあやらないでしょ、まあ野党側としては麻生さんの首は取れなかったですよ ね。だってこれをやらないから国会に出てこないって4つぐらいあったんですけど、1個も実現してないじゃないですか、ね、どうなんですか、もう出なくていいですよ、だからあ約束破ったなって感じでね、支持者の皆さん、野党の支持者の皆さん見てますかって感じですよね、はい、であとまあ、立憲民主党と連携してとか言ってますけど、それって民進党じゃんって、でそれで選挙に勝てないから君らバラでしょと、ですよね、でそれで希望の党に乗り換えて、で、まあ、小池さんの、ね、人気にあやかって、そのままこう突っ走ろうと思ったら、小池さんのですね、排除発言とですね、はい、そしてまさかのね、都知事辞めないというこのどんでん返しで、ね、それで被害を受けたわけでしょ、でそれに乗り遅れたやつらがクソーって言って作った立憲民主党の方が上行っちゃったんですよね、だそのクソーっていう連中は多分未だにあの時のことを恨みに思ってますから、まあ、うまくいかないでしょうね、もちろんそうですね、でそういうのも捨てて野望すんのみたいな、もうわけが分かんなくなっていると。連立政権ってね、ただの出戻りですからね、いや全くその通りですよ、新党でも何でもないですもんね、何でもないですよ、はい、これねちょっと私実はこの希望の党のにちょっと近い人が知り合いでして、弁論部の関係で、ジョナン君どうしたらいいんだろうねって言われて、乗りかけやめて普通に議論したらいいんじゃないですかと、そんなことジョナンさんに相談されるんで、ね、いやちょっとどうしたらいいと思うと、僕はそうね、どっちかというとそういうのに対してね、ものすごいこうディスってるっていうことを知りつつ、あえてそちらの立場に立ってアドバイスするなら、乗りかけやめて立憲民主党との違いを明確にした方がいいですよと、あいつら無責任野党だって逆に攻撃した方が票増えると思いますよ、って言ったんですけど、やりきんなかったですね、はい、なかなか難しいんですよね、まあ、党内ではね、とても多数派を占めるわけにはいかない声なんでしょうね、まあね、獣医学部のね圧力が効いてるみたいですね、この間証言ありましたよね、八田達夫先生からね、はい、獣医学部のね問題で獣医学会か、獣医学会から圧力があって一つにして、絞り込んでくれと、二つはダメだと、圧力がありましたってことを国会ではっきりと言われてるわけですよ、でその獣医学会の圧力に加担した人、つまりお金をもらって獣医学会に、有利になるような質問した人っていうのは、これはもうねアウトですよね、どう考えても、ね、自民党でも昔そういう人がいましたよね、中村喜四郎さんって人、牢屋入ってましたよね、ゼネコンのね、はい、金額関係ないですから、そういう国会質問をお金をもらってやってたっていうことになると、これはもう牢屋入んなきゃいけないんですよ、玉木さん聞いてるって感じですよ、ね、で獣医学会から献金をもらったことを忖度して、だって親父も獣医学会の会員で1000万円借りてるでしょ、であれはもう政治団体に貸した金って返ってこないもんなんで、もらったとほとんど同じなんですよ、プラス獣医学会そのものからも100万円献金もらってると、でそれがいまだに先頭に立って獣医学会が政策的に反対している、その獣医学
学部の新設っていうものに対して、ね、未だにこんだけ難癖つけて言ってるっていうのは、ね、有識問題ですよね。そっちの癒着の方がよっぽどニュースになると思うんですが、マスコミの目は節穴なんでしょうか、節穴どころではないですみたいな、もう眼球が溶けてなくなってますみたいな、やばいですね。いやもう比喩のレベルでなく、本当になんでその報道はしないんでしょうね、どうしてそっちの説明責任は果たされないでしょうね。果たされなくてもいいんですかね。辻元さんの講演も。ああ、辻元講演ね。野田中央講演ね。ね、あれも当初は14億でって言ってたのが大嘘で、本当は2000万だったと。バレちゃいましたよね。はい、なんでそんな2000万もついたのと、その前後の辻元さんの国会質問とかの整合性どうなのって、普通に思いますよね。そう。ね。で、あれが問題じゃないんだったら、だって籠池さんには1億4000万ぐらいで売ってるんでしょ、関東財務局としてはしめしめって感じですよ、隣なんか実は2000万だったのにみたいなね、で何が問題なのって話になるわけですよね、はい、全部ブーメランでね、そうなんですよ、入ってきてて、はい、なんでまあこんなもん国民の支持をされない動きってないですよね、だから本当にあの魚でするような方向にばかり行ってるんですよね、はい、はい、お前ら鮭かと。鮭よりのようにたくましくもない、ね、さかのぼって、産卵期の鮭かお前ら、でも先ほど美味しくないですからね、美味しくないですね、まずいまずい、もうクマにベーンとかやってもね、やられちゃえばいいのにみたいな、いや、まあ、とにかく本当に神道でも何でもないんですからね、こういうロンダリングはね、はい、さらっとされたら困りますよね、そうですよね、